今回のテーマ、オフィスツール。おはようございます、マサールです。今回はソフトウェアの分野からオフィスツールについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。令和4年春、問い71。文書作成ソフトが持つ機能である筋速処理が行われた例はどれか。あ、開業後の先頭文字が指定した文字数分だけ右へ移動した。い、行頭に置こうとした句読点や閉じ括弧が前の行の行末に移動した。う、行頭の英字が小文字から大文字に変換された。え、文字列の文字が指定した幅の中に等間隔に配置された。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、行頭に置こうとした句読点や閉じ括弧が前の行の行末に移動した。こちらが筋速処理が行われた例です。それでは解説していきます。文章作成ソフトとは、コンピューターで文章を作成するソフトウェアのことです。マイクロソフトのワードをイメージしてもらうと分かりやすいと思います。ワードのような文章作成ソフトには筋速処理という機能があります。筋速処理とは、筋速文字、句読点や小さい文字が行頭や行末にならないように移動させることで文章を読みやすくさせる機能のことです。例を見てみましょう。左の例を見てください。筋速処理がない場合は丸が行頭にあるので文章として見にくいですよね。筋速処理が働くと自動で丸が行末に移動します。丸が行末に移動することで文章が読みやすくなりますよね。これが筋速処理の一例です。よって今回の問題の正解は、い、行頭に置こうとした句読点や閉じ括弧が前の行の行末に移動した。こちらが筋速処理が行われた例です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢はオートインデントの説明です。インデントとは、文章の行頭に空白を挿入して先頭の文字を右にずらすことです。インデントを行うことで文章やコードの構造を見やすくすることができます。そしてオートインデントとは、自動でインデントを行う機能です。手動でインデントを行う手間を省くことができます。例えば左の図を見てください。事前準備、調理という分類に分かれていますが、分類の分かれ目が分かりにくいですよね。一方、右の図はインデントがある場合です。インデントがあると分類が分かりやすいですよね。そしてオートインデントを使うと自動でインデントされるので、簡単に見やすい文章やコードを作ることができるようになります。次はうの選択肢です。行頭の英字が小文字から大文字に変換された。これはキャピタライズ処理の例です。キャピタライズ処理とは、テキスト内の特定の文字、通常は単語の最初の文字を自動的に大文字に変換する機能です。キャピタライズ処理はよく英文などで利用されます。英文の先頭は大文字になると学校で習いましたよね。キャピタライズ処理が働くと自動で文の先頭の文字が大文字になります。ワードの機能設定の場合、ここにチェックがついていると、キャピタライズ処理により自動で文の先頭が大文字になります。絵の選択肢は均等割り付けの例です。均等割り付けとは、選択した文字列を指定した幅内に均等に配置する機能です。左の図と右の図を見比べてみてください。どちらも同じ情報を書いていますが、右の均等割り付けをしている方が行頭が揃っているので見やすいですよね。このように均等割り付けの機能を利用することで文章を見やすくすることができます。それでは問題を見直しましょう。文章作成ソフトが持つ機能である筋速処理が行われた例はどれか。正解は、い、行頭に置こうとした句読点や閉じ括弧が前の行の行末に移動した。こちらが筋速処理の例です。それでは次の問題です。令和5年春、問い75。
表計算ソフトを用いて2つの科目 X、Y の点数を評価して合否を判定する。それぞれの点数はワークシートのセル A2、B2 に入力する。合格判定条件1または2に該当するときはセル C2 に合格、それ以外のときは不合格を表示する。セル C2 に入力する式はどれか。合格判定条件1、科目 X と科目 Y の合計が120点以上である。2、科目 X または科目 Y のうち少なくとも1つが100点である。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、こちらが正しい式です。それでは解説していきます。この問題は表計算ソフトの問題でした。代表的な表計算ソフトといえば Excel ですよね。この問題は表計算ソフトの基本的な関数の知識が求められる問題です。条件に応じた合否判定を C2 のセルに表示するための関数を考えていきます。まずは条件を整理しておきましょう。合格になるための条件は科目 X と科目 Y の合計が120点以上であること、もしくは科目 X または科目 Y のうち少なくとも1つが100点であることです。条件には言い換えると科目 X が100点でも良いですし、科目 Y が100点でも良いことになります。つまり条件は2つですが、実際には科目 X と科目 Y の合計が120点以上であること、科目 X が100点であること、そして科目 Y が100点であること、この3つの条件のうちいずれか1つを満たせば合格ということになります。では選択肢の式を見比べていきましょう。まずは論理積と論理和という言葉に注目してください。論理積をベン図にするとこのような図になります。いくつかの条件が重なる部分と重ならない部分を区別します。一方論理和をベン図にするとこのような図になります。複数の条件のいずれかに当てはまる部分と条件に当てはまらない部分を区別します。今回はいずれかの条件を満たせば OK なので論理和を利用することになります。よって選択肢はうとえに絞ることができます。うとえの選択肢の違いは合格と不合格の並びです。結論から言うとうの並びが正解の並びです。うの選択肢をよく見ていきましょう。うの選択肢はこのような式になっています。ここで if 式の作り方についてもお話ししていきます。 if で決めた条件に当てはまったら真の値を表示してください。この条件に当てはまらない場合偽の情報を表示してください。このような作りになっています。今回の if 関数で定義している条件は論理和として A2 のセルにある科目 X の点数と B2 のセルにある科目 Y の点数の合計が120点以上の場合、もしくは A2 のセルにある科目 X の点数が100点である場合、もしくは B2 のセルである科目 Y の点数が100点である場合、いずれかの条件を満たす場合は真で定義している合格と表示する、それ以外の場合は不合格と表示します。よってうの選択肢が正解だと判断することができます。問題を見直しましょう。表計算ソフトを用いて2つの科目 X、Y の点数を評価して合否を判定する。それぞれの点数はワークシートのセル A2、B2 に入力する。合格判定条件1または2に該当するときはセル C2 に合格、それ以外のときは不合格を表示する。セル C2 に入力する式はどれか。合格判定条件は1、科目 X と科目 Y の合計が120点以上である。2、科目 X または科目 Y のうち少なくとも1つが100点である。正解選択肢はうです。普段表計算ソフトを使わないと難しい問題ですが、問題文をよく読んで
論理話なのか論理席なのか判断するだけで選択肢を半分まで絞ることができます。まずは一つずつ言葉を覚えてみてください。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はオフィスツールがテーマなので、代表的なマイクロソフトのオフィスソフトについてお話ししてみたいと思います。マイクロソフト Teams はコラボレーションおよびコミュニケーションツールです。主にチャットやビデオ会議、ファイル共有などの用途で利用されます。マイクロソフト Word は文章作成ソフトです。レポートや手紙など文章を作成することができます。マイクロソフト Excel は表計算ソフトウェアです。データの分析、グラフの作成、数式の計算をすることができます。マイクロソフト PowerPoint はプレゼンテーションソフトウェアです。スライドを作成してプレゼンテーションを行うことができます。マイクロソフト Outlook は電子メール、カレンダー、タスク管理を統合したソフトウェアです。ビジネスおよび個人の連絡先管理にも使用されます。そして最後、マイクロソフト OneNote はデジタルノートブックソフトウェアです。メモを取る、アイディアを整理する、情報をまとめるために利用されます。多くの現場でマイクロソフトのオフィスツールは使われているので、どんなツールがどんな役割なのか知っておくと良さそうですよね。それでは最後に復習です。令和4年春、問71。文章作成ソフトが持つ機能である筋速処理が行われた例はどれか。正解は E。 行頭に置こうとした句読点や年括弧が前の行の行末に移動した。次の問題、令和5年春、問75。表計算ソフトを用いて2つの科目 XY の点数を評価して合否を判定する。それぞれの点数はワークシートのセル A2、B2 に入力する。合格判定条件1または2に該当するときはセル C2 に合格、それ以外のときは不合格と表示する。セル C2 に入力する式はどれか。合格判定条件は1、科目 X と科目 Y の合計が120点以上である。2、科目 X または科目 Y のうち少なくとも1つが100点である。正解はうの選択肢です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。最近のイベントは記載している通りです。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。